その通り。誰？先生かな？いや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 、僕らまだリタイアしませんよ。まだめっちゃ元気だし。さっしゃあ、よーよー。悔しい。俺たちもそう思った。だから考えた。考えて考えて計画作った。自分が優位だと思っているやつほど騙される。騙されたら騙し返す。最後に勝つのはずる賢いやつさ。しゃー、最後に勝つのはずる賢いやつさ。しゃー、やった、騙し返したぜ。ずるいの最高。悪魔は凍れなくちゃ。やるじゃないか。さすがアロケル。時間は収穫祭2日目。ジャズがリタイアした直後に遡る。神妙に、神妙に、こっちだ。悪いアロケル、俺がカッとなったせいでリタイアに。いや、これでいい。むしろ好都合。リタイアテントに入れるのは。リタイアしたまま。ここなら森の様子もよくわかるし、リタイアしてないものが入っちゃいけないルールはない。なる。そう、チームを組んではいるが、収穫祭はもともと個人戦。リタイアしたのはジャズのみで、アロケルはまだプレイヤーのままである。これを生かさない手はない。だがまずは腹ごしらえだな。お前たちそこで何をしてるんだ。情報いいよ。リタイアして暇だし何でも聞いて。サンキュー。サン少なきは勝たず。オロバスのことなんかひどい目にあったの。あ、そんなことねえよ。ただちょっとお礼がしたくてな。リタイアテントで情報を集め作戦を整えた。すべてはオロバスの足を引っ張るため。シュナイダーは森へ。またやりやがった。俺にバカ兄貴を仕掛けた時と全く同じだ。ワンパターンであくびが出るね。そうだ、オロバスのやつ、奪った鉢を報告筒に提出するつもりだ。そうされたらもうゲームオーバーだ。だからこそ、これで優勝間違いなしですよ。一瞬の隙が生まれる。その瞬間にいただく。それが一番ムカつくだろう。やったな、アロケル。それから俺たち、オロバスが次に狙うのは当然イルマ君の持っている始まりの種だろうと推測した。イルマ、一応アスモデウスには知らせておいた。そうして小中に収めた終わりの鉢。これを。贈呈。
問題ない。収穫祭残りわずか。俺が持っていても仕方ない。それに俺たちが勝つときは二人でなくては意味がない。一年天に通ず問題ないクラスの優勝託した。泣くなら泣いてねえっすよ。言っとくけどギリギリだぞ。なんすか、ルール破ってないっしょ。